まあ調整もよくいったんで、あとは体重の調整だけですね。よく動く選手だと思います。今回その所選手と対戦するにあたって警戒すべき点を挙げるとすればどこでしょうか。僕自身の油断ですね。今回のこの決勝ラウンドに向けて何かこう特別なトレーニングとかはしてきた。まあ全体的に量を増やしてウエイトトレーニングとかもきちい体も作ってやってきました。グランプリで優勝する上で何が一番大事だったんですか。まあ1回戦の勝ち方が一番大事なんだと思います。まあ反対側の方では、まあ、外人同士が対決するときなんですけど、高橋選手はどっちが勝ち上がっていきそう。全然わかんないです。他にご質問よろしいでしょうか。深井さんの勝ち方が大事だとおっしゃいましたけれども、具体的に言うと、例えばお腹力とかスタミナを持つない勝ち方もいろんな勝ち方があると思うんですけれども、どういった勝ち方が一番理想的ですか。あっという間に勝つのがやっぱり理想的じゃないですか。まあ、一本はないと思うんで、KO を勝ちたいです。今まで通り、まあ、打撃のトレーニングもやってきたし、テイクダウンもされないように練習してきたし、まあ、全体的にレベルを上げてきました。全体的な量を増やしたとおっしゃいましたけれども、練習の緊張を増やしたのか、時間を増やしたのか、どういうふうに増やしていきましたか。強度です。レスリングですかね。そうですね、はい。